どうなんですか、その楽しみ。いや、僕は本当にバッドフェイスが最後になりますけど、グリーンバイホールでのライブ、もう本当に引退っていうので、はい、すごく、なんすか、生産のもう今時期で、電話とかで先輩とかに、はい、連絡とかするんですよ、報告。お世話になった人に。そうで、まあ、トレンディエンジェルの高橋さんとかはなんかふざけて、俺映像制作会社に入りますみたいに言ったら、AV 撮るんだみたいな感じでなんかふざけてね、なんかコントみたいな感じでやって、でもなんかずっとなんか5分ぐらいそのなんかやり取りやらしてもらって、まあでも頑張ればみたいな感じで、結局なんかいいこと言ってくれるんだみたいな。へえ、高橋さんが。そう、まあ他にもめっちゃいろんな先輩に電話して、なんか10年やっててよかったなみたいな感じのそのいいっすね、ひとときだったり、その電話つらいことだけど、なんかああよかったなと思って、でなんかまあ社員さんにもう電話しようと思って、お世話になってたなんかマネージャーみたいな感じでついてくれる人に電話して、でなんかまあ10年やってたから、やっぱ俺もなんかめっちゃ緊張したのよ、辞めるっていう電話。あ、その時初めてですか？初めて伝えるって時に電話して、で辞めますって言ったら、あ、そうですかって言って、あ、コンビ組むとかじゃなく辞めるんですねって、じゃあまあご飯行きましょうみたいな感じで、はい、で、あ、分かりました、ありがとうございますって言って、終わって、通信のね、やつ見たのよ。したら、通話時間が50秒って書いてあって短っ。俺10年やってて、あ、50秒で終わっちゃったんだってまあ、別にね、文句があるわけじゃないんだけどまあまあすごいなんか、まあ秒数じゃないですからね。そう、秒数じゃないけど、そう、10年やってて、ありがとうございましたって電話したら、吉本の社員さんは50秒でもうちょいね、せめて1分台に行くんじゃないかなとは、ですよね、普通に考えたらね、まあ、まあ全然いいんですけど